同じく12段アゴーラさんです。アゴーラ、アゴーラ、さあ温かい声援も上がっております。続きまして12段アンザクラさんです。アゴーラ頑張れ。ラストにご登場いただきますのは安治川部屋親方でいらっしゃいます元関脇安美錦的安治川親方です。大きな拍手をお願いします。さあ本日は皆さんにたくさんのお話を伺わせていただこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。ということでまずはちょっと親方から一言皆様にご挨拶いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、安治川部屋、私元安美錦の安治川です。今この松原に宿舎江南食料様のところで、宿舎を構えております。こうしてまた皆さんと、身近に何か接することができないかということで今日はこういう風になりました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー楽しみです。ぜひ皆様おかけいただいていろいろとねお話も聞かせていただきたいと思いますので、お席にどうぞお進みください。どうぞどうぞおかけください。ねえ今日はね可愛いお友達もたくさん来てくれましたが、どうですか、大きいね、びっくりしたね。さあということで安治川親方、いよいよ春場所が始まるわけですけれども、はい、私エディオンアリーナの近くよく